はい、皆さんこんにちは、ドクター秋吉です。今回はですね、こちらのモニターさんに首のシワに対してプロファイルの注入を行っていきたいと思います。プロファイルの効能や効果の説明、実際に注入するところまで詳しくお見せしていきますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずですね、プロファイルと何かに関して説明していきたいと思います。プロファイル開けてみましょう、実際に。まあ、見た目は、無色透明の普通のヒアルロン酸ですけども、普通のヒアルは、だいたい1本 1cc じゃないですか。これ1本 2cc 入ってるんですね。注入部位としては、顔で1本、両方の手の甲で1本、まあ、首で1本って感じで、顔、首、手の甲に使うことが多いです。プロファイルっていうのはヒアルロン酸の一種なんですけども、ハイブリッドヒアルと言われる次世代型のヒアルロン酸です。普通のヒアルロン酸と何が違うんですか？普通のヒアルっていうと、ほうれい線のヒアルロン酸とか、涙袋、顎のヒアルみたいな感じで、気になる部分にピンポイントに注入して、そこにボリュームを与えるっていうのがヒアルロン酸のイメージだと思うんですね。対してプロファイルはですね、これ自体にそのボリュームを出すような形を作る力はないんですね。加強剤って言ってですね、ヒアルロン酸に硬さとか粘り気を出すものが入ってなくて、高分子ヒアルと低分子ヒアルっていうのは、大きい分子のヒアルロン酸とちっちゃい分子のヒアルロン酸が分子間隔でこう結びついてる。そういったものになります。これが顎に入れたところで、顎がとんがったりするわけじゃないです。プロファイルの役目っていうのは、皮膚の浅い層にある程度決まった場所に注入して、それがこう皮下を浸透していってですね、組織の再構築とかリモデリングって言われる現象を起こしてくれるんですね。コラーゲン、エラスチンなどをその分に増やしてくれて、肌を土台からボリュームアップする、ふっくらさせて、苔とかたるみの改善、肌質の改善効果もあります。そういった新しいタイプのヒアルで、ヒアル顔というかですね、なんかヒアル入れすぎて顔パンパンのハリウッドセレブ系芸能人の人いるじゃないですか。あれってどうしてもこうヒアル入れすぎちゃうと特徴的な顔になっちゃうんですね。まあ例えばアメリカのアラガン社で、アラガン用顔帽、ヒアル入れすぎのパンパンの顔を言うんですよ。そういう言葉があるように、こうヒアルロン酸って入れすぎちゃうと特徴的な見た目になってきちゃうんです。プロファイルであればそれ自体に膨らますような効果はないので、ただ全体を土台からリフトアップさせて自然な若返りを行いたい方にはすごくおすすめのヒアルロン酸ですね。今回ですね、このモニターさんに行うのは首への注入を行っていきます。顔って結構選択肢いっぱいあるんですよね。このプロファイル以外にも、まあ例えばオリジオとか、そういうラジオ波での引き締めとか、まあ糸リフトがあったり、ヒアルだってその苔に直接入れたりとか、ホーレスに入れたりとか、ボライトやサーモン注射とか、いろんな選択肢があると思うんです。で、首って結構選択肢少ないんですよね。首のシワって結構若い人は本当に二十歳ぐらいから悩んでる人も多いと思うんですよね。スマホをやっぱ見る時間が現代人は多いので、こう見てると首にシワ刻まれてきたりとか、あとはアトピー体質の人とかで首に深いシワ刻まれてる人もいますよね。そういう方っていうのはなかなか画期的な治療の手段はなかったわけです。プロファイルは僕は首の治療で一番おすすめで、特に首の横じわですね。縦筋は結構まあボトックスが良くなるんですけど、横じわはプロファイルが一番おすすめなので、今回はですね、首のシワが少し気になるらしいので、首のシワに注入していきたいと思います。首のシワなんですけど、おいくつぐらいからこう悩んできてて、今まで何か治療というか対策ってしてきました？20歳くらいから悩んでて、ヒアルロン酸のブライトを入れたことあるんですけど、すぐやっぱ吸収されちゃって、シワが今目立ってるなって。結構首の横じわって難しくて、そのシワの直下に柔らかいヒアルを入れたりしても、直後は結構ね、そのヒアルロン酸自体が水分を吸収したりして、張りが出て良くなるんですけど、まあ、長期間的に見ると、なかなか維持は難しいんですよね。プロファイルは、これ自体でシワを持ち上げるわけじゃなくて、そもそも注入方法も、このシワに沿って入れるんじゃなくて、カニューレとかを使わずにですね、尖った針で V 字にズボ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 って入れていくんですね。それが皮下を浸透して、そこの部分にコラーゲンや脂肪を増やしてくるんです。だから自分のコラーゲンが増えてボリュームアップするので、長期的に効果は持続しますよね。具体的な打ち方としては、首だったら1回1本を使用して1ヶ月後にもう1回打ちます。それ以降半年に1回でキープできますから、他のヒアルよりも短いスパンで打つ必要はないというのもプロファイルのメリットだと思います。それでは早速、プロファイルを打ってみましょう。ではこれから実際に、首にプロファイルを打っていきたいと思います。プロファイルを打つポイントなんですけども、バイオエステティックポイント法って言ってですね、プロファイルのこのメーカーが打つ場所もある程度決めてるんですよね。まあ、ちょっと面白いのは、皮下を浸透していくので打つ場所ってそんなにこの芝とかの位置によってそんなに変える必要ないというか、メーカーが指定してるそのポイントに従って打っていけばいいと思うんですね。でそのメーカーが指定してるバイオエステティックポイントっていうのも、首はあんまり関係ないですけど、顔の場合とかは重要な血管神経がない場所、つまり下手くそな医者が打っても危険な合併症とかが起きないような場所っていう意味で指定されてるだけで、まあ、理論上はどこに打ってもいいんですね。誰が打っても効果は変わらないので、まあ、もちろん僕はかなり症例数多いですけど、高いところじゃなくて日本で一番安いうちに来ていただければと思います。では実際に首にプロファイルを打っていきます。消毒をします。で痛かったら手止めますんでおっしゃってくださいね。はい、チクッとしていきます。 1,2,3。プロファイルは浅めのですね、層にこうボコつきが出るように打ちます。なのでこう直後はですね、ちょっとボコボコするんですけど、2日ぐらいで気にならなくなります。打った周りに赤みが出たりすることはあります。3、まあ、こうですね、体表から見える明らかな静脈とかはまあ避けてあげた方が内出血しにくくなりますよね。 V 字と真ん中に注入してます。これが皮下を浸透していって、2日ぐらいちょっとこのポコポコが目立っちゃったりとか、ちょっとこの打った周囲が赤くなる人もいらっしゃいます。2週間ぐらいでこのシワがちょっとずつ薄くなる感じが感じていただけると思うんですね。で1ヶ月後にもう1回打つ、それ以降半年に1回打つっていうのがまあ推奨の打ち方です。はい、プロファイルお疲れ様でした。ありがとうございました。痛みどうでした？冷やしたらそんなに痛くなかったです。
はい、チョックなんですけど、これ皆さんわかります？ちょっとポコポコはしてるんですけど、これがあったら正直まあ遊びに行けなくもないと思うんですよね、すぐに。結構まあプロファイルって首に打つと思って皆さんタートルネックとかで隠したいとか、T シャツだとバレちゃうんじゃないかとか不安になる人もいらっしゃるんですけども、意外とこんなもんなので、ジロジロ見られなきゃバレないと思いますね。でこのポコポコはまあ明日ぐらいにはほとんど馴染んでわからなくなります。でもまあ実際にプロファイルの効果を実感いただけるのはやっぱり2週間ぐらいしてからですかね。1ヶ月後ぐらいにもう1回打つというのが理想の仕方なんですね。当院でもプロファイルはやっぱり皆さんお客様知らない人も多いんですよね。まだまだそんなに有名じゃない。でも僕はプロファイルそう好きなのでお客様にお勧めさせていただくことがあるんですけど、先生が勧めるなら1回打ってみようかなって。1ヶ月後にですね、もうすごい良かったからまた打ちに来ましたってすごい多いんですね。お客様も満足度が高くて1ヶ月後戻ってくる方すごく多い治療です。なのでまあプロファイルをよく知らない方もこれを機に調べてもらって打ってみていただくといいかもしれません。プロファイロっていうのがすごく高い注射なんですよね。1本 2cc 入りなら普通のヒアルの倍の量ではあるんだけども、某最大手美容クリニックとかだと去年のね年末ぐらいまで1本12万6千円とかで、ヒアル1本12万、それを1ヶ月でもう1回ってやばいじゃないですか。ちょっとさすがに高すぎません？最大手さんも多分今年年明けから1本9万9千円ぐらいは値下げしたんですよ。それでも高いじゃないですか。でうちはなんと1本7万円でやってますし、2本セット初めから1ヶ月後の方が購入いただければ13万5千円で販売しておりますので、プロファイロ手が出なかった方もまあ当院にいれば比較的調整しやすいんじゃないかと思うんですね。当院はプロファイルの症例数めちゃくちゃ多いので、かなりやってる僕が日本最安で打ちますので、ぜひお気軽にお越しください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローよろしくお願いいたします。またコメント欄や動画への感想や質問もどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。